車通りますよ。
していただけません？そっちに行きたいんですけど。ちょっとごめんなさい、通して。外に出たいんです。ごめんなさい、外に出たいんです。ごめんなさい。髪を頭上で左右に分けて束ねて
耳の周りから輪を作り、中心を手先に巻きつけた髪型です。衝突防止像を参考にしたものです。古墳文化、古墳島田まで女子、モデル落ち葉と咲く技術者西田敏恵、埴輪の女性像を参考にしたものです。髪型は島田までで、頭頂部に髪を平たく挟んで束ねたものです。島田までの円の跡を折り返して中心に赤の布で包み、曲げは一径を折り曲げ、半分に髪を分け、一径を輪に巻きつけます。平安時代、白拍子、モデル寺村蓮華、技術者木村美希。白拍子はいわゆる町稽古のようなもので、貴族、後の武士に招かれて舞台、舞を演じていました。髪型は水髪を高く一つにまとめて結び、白竹縄をつけ縦烏帽子。化粧の特徴は眉毛にあり、丸く小さく描かれています。